どうもらっチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今見ていただいているのが僕が組んでる個人弓ということになってるんですけども、皆様がプレイされてるサーバーではですね、この個人弓どのくらい見かけることがあったでしょうか。僕はですね、6001というエリアサーバーでプレイしてるんですけども、おそらくヤリクソンの次ぐらいにですね、見かけることの多かった編成ということになっております。非常に流行っておりました。その理由というのがですね、やはり弓編成で強いということになってますので、ヤリクソンと対抗できるというところがあります。まあ必ず勝てるというわけではないんですけども、結構ランクアップを済ましてるとですね、圧倒できたりするというのがですね、この個人弓ということになってます。でもう一つの理由といたしましては、憲法破砕とか、あと兵務醸成を使わないということでですね、シーズン6で非常に強力だった天皇弓とかヤリクソン射職弓みたいなのと戦法を被らず使うことができるっていうのもですね、強みになってるんじゃないかと思います。でですね、栄品質の戦法も混じってるっていうことなので、組みやすいというのもですね、大きいんじゃないかと思いますね。でですね、この編成っていうのはですね、加えて絆効果なんかも発生してですね、見た目以上に強いとスペックが高い編成ということになってて、シーズン7以降でもですね、ずっと流行ってる編成になるみたいなんですね。なんでシーズン6を皮切りに戦場で見かけることが多くなってくるかなと思うわけなんですけども、今回はですね、僕がこの個人弓を使って、戦ってきた戦法っていうのを見ていただくことによってですね、使い方のヒントにしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。そしたら始めていきましょう。まずは速攻型との対戦成績というのを見ていきたいと思うんですけども、いくつか編成の種類がありまして、1つ目はこれ勧誘機ということになってますね。で、兵装を見ますと、こちらはですね、48しか削られてなくて、相手28,800削り切ってるということでですね、完封に等しいということになっております。で、勧誘機っていうのは割とお得意様で、その理由といたしまして、周体に息焦点を覚えさせてますので、これがですね、長領や加古園の2人にですね、当てることができたらですね、先方全然打たさずしてですね、こちらもその速攻型に等しいぐらい火力が出るのでですね、息焦点が効いてる間にも大半の兵力を削ってしまえるということでですね、このような結果になるということですね。まあ、うまくね、長領と加古園にかかるとは限らないんですけどね、曹操も混じったりっていうことはあると思うんですけども、それでも相手の火力っていうのは半分ぐらいにできますので、十分この個人弓で勝てるということになってきます。で、同じ理由でですね、呂布三世の閣下がいないバージョンですね、ダブルアタッカーのバージョンということになってるんですけども、と対戦した時も割と完封できるかなと思います。今回はですね、呂布にきっちり息焦点がかかってるので、このような結果になってるんじゃないかと思うんですけども、対指示が割とサポーター気味なので、対指示と光月影に息焦点がかかってしまうと、もうちょっと削られる結果になると思います。で、こちらも呂布三世との戦法ということになってるんですけども、呂布にうまく息焦点かけられてるんですけどね、加古園にかけられてなかって、結構削られております。それでもこういった感じでですね、かなりランクアップの進んでる非常に強い呂布三世もですね、勝つことができるということになってるので、この個人弓の強さというのがですね、シーズン6は際立ったということになってますね。ただ各家がいない呂布三世だったとしてもですね、必ず勝てるというわけではなくてですね、このようにランクアップがしっかり進んでる相手ですね、さらに呂布に息焦点をかけることができなかったら、普通に負けたりもするというところは注意していただけたらなと思います。ただ、その相手呂布三世だな、で、閣下がいないなっていうのが分かってる状況だったらですね、もうためらいなくぶつけていいんじゃないかと思いますね。これで負けるんだったらしょうがないっていうですね、その勝つ算段が見えてる相手ということになってますんでね、そういった相手がですね、こう対戦できる機会っていうのは割と少ないですから、見かけたらどんどん積極的にぶつけていきたい編成かなと思います。ただ、同じ速攻型の相手ということでもですね、ゴキバの場合はちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。まあ、それでも2715しか兵力が残ってないぐらいまで肉薄することはできてるんですけども、これはちょっと相手の方がですね、兵法書を解放してないとかいう関係ですね、ランクアップもあんまり進んでないっていうことで、こういった結果になってるんじゃないかと思うんですけども、やはり損傷口に呼吸要領がついてるパターンですね。の場合はですね、息焦点かけられないので、相手にしっかり火力を稼がれてしまうというところがありますので、清涼敵を見かけた場合はですね、あまり積極的に突っ込ませない方がいいかなと思います。ただですね、清涼敵でもですね、ここの損傷口のところが百鬼光栄みたいなパターンの場合はですね、
壱岐商店十分効くということなんでね、狙う価値はあるんじゃないかと思います。またこの両党の固有戦法の国士勝負ですね、これが損傷庫にかからない場合、清涼鉄器のこのゴキバっていうのはですね、割とそんな強くない編成に早変わりしてしまうっていうところがありますので、その3分の1にかけてですね勝負するというのもですね、まあなくはないことかなというふうに思います。次は万能型の弓編成との対決結果というのをですね見ていきたいんですけども、麒麟弓はですね非常に相性の悪い相手ということになってます。でこの麒麟弓っていうのはシーズン後からもうずっと強い編成になってまして、で速攻型でもですね抜き切ることができないぐらい割と硬い編成ということになってるわけなんですね。でですね、腰弓も速攻型に等しいぐらい火力は出るんですけども、やはり呂布三世とかね、あとゴキバとかに比べると火力はちょっと劣るかなと感じますので、この万能型の麒麟弓っていうのを抜き切ることっていうのがですねできないパターンが結構あるんですよね。でこの麒麟弓も非常に多いので戦う機会多かったんですけども、勝つことができたのは数えるぐらいですね。もう基本的に負けると思っていただいていいと思うんで、無頭飛軍を見かけたらですね避けた方がいいかなと思います。次は艦隊艇との対決ということになってるんですけども、こちらに関しても部が悪いかなというところですね。ただそのランクアップの仕方にですね差が大きくありますので、こちらも同じぐらいランクアップができてたらどうかなというところはあると思います。でですね、まあ麒麟弓に関してはランクアップしてても厳しいかもしれないんですけども、他の編成に対してはですね割とこのランクアップの効果っていうのが顕著に現れるのがこの古神弓なんじゃないかなと個人的には思ってます。でですね、集隊以外はですねシーズン1から登場する武将っていうことになってますので、割とランクアップできてる方も多いんじゃないかと思うんですよね。でその差っていうのが結構出ますので、ランクアップがあまり進んでないっていう方にはそこまでおすすめできる編成ではないかもしれません。でこちらは肉弓との対決ということになってるんですけども、まあ引き分けてはおるんですけどね、かなりその兵損稼がれて、こちらはあまり削れてなくての引き分けということになっております。なんでその万能型の弓編成でですね、さらにその一軍に置くぐらいですね戦法をきっちり揃えてる部隊ですね、兵務情勢とか憲法破砕を覚えさせてたり総戦作戦みたいなですね高級な戦法を積みまくってる万能型の編成っていうのをですね貫ききるぐらいの火力っていうのはもしかしたらないのかなという感じがします。でですね、ちょっと今回戦法の方がご用意できてないんですけども、射職弓ですね、僕が組んでたんですごいこの古神弓と対決する機会っていうのも多かったんですけども、割と部が悪かった印象がありますね。なんで弓相手でもですね火力があまり出ない弓ですね。なんで射職弓って言うたらですね硬さは非常にあるんですけども火力があまり出ないっていう部隊になってるので、そういった部隊と勝負ということになればですね一応古神弓でも万能型と勝負できるということになってるんじゃないかと思います。はい、いかがだったでしょうか。盾とか槍のね、戦法がなくて大変恐縮なんですけども、ちょっと口頭でですねどのような結果だったのかというのをですねお伝えさせていただくとするならば、槍に関してはですねヤリクソン以外の槍とあまり当たる機会がなかったということでですねちょっとサンプル不足かなというところです。ただ負けることはほとんどなかったかなという印象ですね。ただヤリクソンに関してはやはりランクアップもあまり進んでないっていうこともあってですね5分以下だったんじゃないかなと思いますね。ちょっときつかったかなというところですね。あと盾に関してはですねやはりこの古神弓がですね兵種相性が悪いっていうのとですね、あとその平人ダメージ系の部隊っていうことになってるので、相手盾って言いますとね軽力ダメージよりは平人ダメージに強い部隊が非常に多いということで、やはり負けることがほとんどだったかなと感じてます。ただですね7、8戦はやっぱり削って帰ってきてくれるっていう印象ですね。まあ投降兵なんかがいたらちょっと厳しいんですけどもっていうことでですね、まあただでは負けて帰ってこないかなという気がしてますね。なんでこのランクアップをですね非常に進めることができてる古神弓ということであればですねシーズン7以降もですねバリバリ活躍するんじゃないかと予想してますので、ぜひ組んでいただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。